こんにちは、さきえです。今日はカタログギフトで頼んだマリクレールの着脱式ホットサンド&ワッフルメーカーをレビューしていこうと思います。興味ある方はぜひ最後までご覧ください。それではお願いします。何色かもね、分かってないんですよね。何色だろう。着脱式のもう一個の方かな。あ、いい色じゃない。ライトグリーンみたいな色ですね。ライトグリーンのね、かなの色が入ってました。すごい綺麗な色ですね。こんな感じですね。これは、最初はこれワッフルなんですね。ホットサンドメーカーのも入ってました。すごく軽いです。これが取扱説明書ですね。リンベルってところのやつ頼んだのかな、私は。取り替える時はね、ここのボタンを押して、こうやって外すみたいです。いきます、ここを。クッとした。これで取り替えるみたいですね。で、そしては、ここに合わせて、押し込むだけですね。簡単ですね。表面はこんな感じですね。で、横に向けるとね、こことここの色が違うのが、おしゃれで好きです。で、後ろはね、こんな感じになってます。この2つがあるんですよね。少し地面浮いてますね。着脱式のプレートなんですけど、やっぱ本体からプレートが外れるのはとっても便利です。洗いやすかったです。ワッフルメーカーのね、板を入れました。まずはね、余熱から始めます。蓋を閉めて、もうカチッとして、電源を入れるとここにね、明かりがつくんですけど、これが消えたら余熱完了みたいです。じゃあその間に生地を作っていこうと思います。余熱が終わってランプが消えました。生地もできたのでちょうど良かったです。臭い匂いがします。で、開けて、熱そう。ここにね、バターがこの入力中に均一になるように切っていったら美味しくできるそうです。生地をね、入れてみようと思います。プレートの縁から溢れないぐらいの量を入れるみたいですね。で、塞いでみようと思います。よいしょ。よし。じゃあこれで4分から5分、15分待ってみようと思います。ホットケーキミックス1袋 150g をね、今日は使ってやってます。これでワッフルが何個できるのかな。てかね、3分ぐらいでつけた光消えたんですけど、もうちょっとね、見てみようと思います。5分ね、あと2分。めちゃくちゃいい匂いがしてます。湯気も出てますね。5分経ったのでロックを外してみます。あ、上手にできてる。あと切り剥がせるかどうか。あ、上手にできてるわ。裏面も、あ、めっちゃ綺麗ですね。成功です。取り出すときは木の端とか耐熱性のトングがいいみたいです。金属製のものはこのね、表面傷つけるからスイス書いて書かれてましたね。 150g のホットケーキミックスでワッフルは4枚ね、焼きました。全部で25分ぐらいかかりましたね。使い終わったら閉じて、コンセントを抜いて、冷めたらお手入れできるみたいです。これがね、できた4つのワッフルたちです。上手にね、焼きました。生地を入れて5分待つだけでできるので、すごく簡単でした。味もね、美味しかったです。今度作っていこうと思います。もうね、ホットサンドを作るのに変えました。じゃあセットして、ランプのね、熱が消えるまで待ちます。ホットサンドなんですけど、パンの厚さがね、15から20mm、6枚切りから8枚切りのパンがいいらしいんですけど、ちょっとね、今日5枚切りのパンしかなかったので、それでやってみようと思います。余熱が終わったのでパンを入れていこうと思います。ホットサンドの時と違ってね、特に何も引く必要性はないみたいです。で、売りがね、パンの耳までできるって、パンの耳までホットサンドにできるっていうのが売りと書いてましたね。卵を乗せて、
てパンを乗せて、セーフかも。うわぁ、ちょっとね、5枚切りだからきついかもしれない。ちょっと切った方がいいな。ちょっと切っていきます。切り方下手くそだけどいけるかな。とりあえずね、抑え込んでなんとかなったんで、これで5分待とうと思います。経ちました。閉まらなかったけどね、いい感じで出てましたね。ちゃんとくっついてます。裏返しても美味しそう。切ってみますね。できましたね。美味しそう。すごく。マリクレールの着脱式ホットサンド&ワッフルメーカー使ってみて、ワッフルもね、ホットサンドもとても美味しくできました。お手入れの仕方も使い方も簡単で良かったです。見た目もね、シンプルで、表面がティファニーブルーで裏面がブルーっていうのがね、またおしゃれですよね。ホットサンドメーカー、ワッフルメーカーもね、初めてね、使ったんですけど、コンセント入れるだけでできるってね、いいですよね。まあ、それは生地を作らないといけないんですけど、予熱してる間に生地を作って、で、入れてる間に、まだね、5分あるんで、その間にね、いろんなことができます。家事もできるし、ぼーっとね、こう湯気を見ながら待ってるのも、それもまた楽しいですし、あと暑いので、子供がおるところではね、ちょっと目放しできないんですけど、子供と一緒に、家族でね、あれやこれやして作るのも楽しいと思います。私はカタログギフトで頼んだんですけど、頼んで正解でした。ネットでね、同じものを頼んだらどれぐらいなのか調べたんですけど、安くて3,000円、高くて5,000円ぐらいでしたね。3,000円ぐらいでワッフルとホットサンドができるって思ったら安いと思います。でね、板も抜くのでお手洗いも簡単だし、おすすめです。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。